台風18号による大雨の影響で茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊しました。ありますが、先ほどから見ている限りでは、少なくとも6人の方がまだ下にいらっしゃいます。今カメラが寄りました。ご覧のように瓦屋根の上に2人いらっしゃいます。この屋根の上に2人いらっしゃいます。ご覧のように濁流なんですが、これは川ではありません。地面なんです。そこに鬼怒川が決壊して勢いよく濁流となって流れています。この屋根の上に2人、そしてカメラさんちょっと左下です、この白い建物のベランダに3人確認できます。お子さんが2人ではないでしょうか。合わせて3人、つまり今この画面の中で少なくとも6人の方が救助を待っていらっしゃいます。上空には陸上自衛隊の中型のヘリコプターがご覧のように今救助をしている最中です。そしてもう一つ心配なのがこの方です。電柱があるんですが、電柱のふもとに人が1人いらっしゃるんですね。そこに今陸上自衛隊のヘリコプターが気づきました。おそらくこの方を先に助けるのではないかと思われます。この電柱の根元に白いシャツ、そしてベージュのズボンを履いた男性が、先ほどこのすぐそばの車の冠水している高さから見ますと、この濁流の深さは1メートル近くあると思われます。この電柱の根元に何か高さのあるもの、こうですね、今車がありますので、この車が水没していることから、この濁流の深さが皆さんも想像できると思います。おそらく1メートル以上あります。そしてこの電柱の根元、何がしかのことで何かの土台があったということで、その高さの上に今この男性が救助を待っている状況です。しがみついているわけではありません。電柱の根元が何かの偶然なのか高さがありまして、この男性は今、非常に厳しい状況ではあるんですが、しがみついてなくてはいけないという形ではなくて、両足でしっかり何かを踏んで立ってらっしゃって、そして左手で捕まっています。あ、しかしホバリングしている自衛隊のヘリコプターに今到着しました。救助されました。時刻は午後4時2分ぐらいになるところです。午後4時を回りました。今一人の方が救助されました。そしてなおも現場にはもう一人男性が取り残されています。二人の方がこの屋根の上で救助をずっと待っていたわけなんですが、まずはお一人女性から先にこの迷彩柄の自衛隊のヘリコプターへと救助され、この中へと入っていきました。一方でもう一人この男性もこれからの救助を待つということになります。自衛隊はこの現場周辺で何機ものヘリコプターを出して救助に当たっているということです。救助活動が続いています。この男性もほっとしたでしょうか。ロープにくくりつけられまして、このロープを伝って今しっかりと抱きかかえられました。男性が救助されていきます。自衛隊による救助活動、一目に続いて二人目も大きな混乱なく今ホバリングをしている迷彩柄の陸上自衛隊のヘリコプターへと今被災者が到着をしました。まもなくこちら電柱にしがみついている男性の救助活動が行われます。そこ慎重にやってほしいです。今男性が自衛隊員に抱えられます。抱えられています。そして男性と自衛隊員の体を紐のようなもので固定して、まもなく引き上げられようとしています。こちらの男性、先ほどからもうずっと電柱にしがみついて救助を待っておりました。はい、まもなくこれ男性、自衛隊が今ヘリコプターからのロープに自衛隊員が上に合図しました。もうヘリコプターからのロープをつかみました。まもなくこちらの男性が救出されるものと思われます。
いやーしかしこういう救助を待ってらっしゃる方がどれぐらいいらっしゃるんだろうと思いますね。うわあ、もうこれはもう危なかった。大丈夫か。はい、このままおそらく男性は今男性の引き上げ活動が始まりました。男性ががっしりと自衛隊員にしがみついています。自衛隊員が今ロープを手繰り寄せています。ヘリコプターからのロープを手繰り寄せ、男性を抱え込んでいます。はい、もう上がりますね。今男性を抱え込みました。はい、とりあえず良かったですね。今自衛隊員による男性の救出作業が行われました。電柱に取り残されていた男性は今自衛隊員によって引き上げられています。うわー、よかった。しかし、こちらで確認する限り自衛隊機1機ですけども、うん、はい、各地にいわゆるもうヘリが飛んでて足りないのかもしれないですね。今ヘリコプターの中にいる自衛隊員に男性が抱え上げられ、無事救助が完了しました。とりあえず良かったですね。良かったですね。男性の救助が完了しました。いやーしかしすごい濁流です。